ニコラ・ベネデッティは、スコットランド出身のバイオリニストである。1987年、ノース・ー・アシャー、ウェスト・キルブライドにて、イタリア系の裕福な家庭に生まれる。4歳の時、姉・ステファニーが受ける鈴木メソードのレッスンについて行ったことがバイオリンを始めるきっかけとなった。姉も、バイオリニストとなっている。1997年に有利。 メニューイン音楽学校に入学し、ナタシャ・ボヤールスカヤに支持する。エドワード王子出席のもと行われたホリールード、宮殿記念式典で演奏するなど、イギリス各地での演奏を経験した後、ロンドンに移りマチェイラ・コフスキに支持する。2002年、14歳の時に、エーカールトン TV 主催のコンテスト、ブリテン・エス・ブリリアント・プロデジスで優勝する。 2003年春、マテル社により企画された、バービーの白鳥の湖 DVD のレコーディングで、ロンドン交響楽団と共演し、関連して、ドキュメンタリー、プレイングウィズ・パッションが撮影され、後に、テレビ放映されている。2004年5月、BBC ヤング・ミュージシャン・オブ・ザ・ヤーにおける決勝で、シマノフスキのバイオリン競争曲第1番という、ユニークな選曲で優勝する。 2005年には、名門ドイツグラモフォンと異例となるアルバム6枚の契約を結んでいる。以降、フィルハーモニア還元楽団、バーミンガム市交響楽団、アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ、ロイヤル・スコティッシュ還元楽団、バンクーバー交響楽団、ベルリンドイツ交響楽団、ウィーン・トーン・キュンストラー還元楽団、ロンドン・フィルハーモニー還元楽団など、イギリス内外のオーケストラや、 アンドルー・リトン、ネビル・マリナー、クリスティアン・ヤルビ、アレクサンドル・ラザレフ、アンドルー・デイビスら著名な指揮者と共演を重ねる、傍ら、2009年現在までに3枚のアルバムを発表。モーツァルト、メンデルス・ゾーン、サン・サーンス、ショーソン等の古典、ロマン・派競争曲からボーン・ウィリアムズ、シマノフスキ、ジェームズ・マクミラン、ジョン・タブナー等近現代作品までを幅広く取り上げている。 使用楽器は1717 17年生、ストラディバリウス、ガリエル。ファッションモデルを思わせる美しい容姿も、相まって注目される若手演奏家の一人であるが、同じく若さと美貌で話題をさらったバネッサメー、シャルロット・チャーチラが、クラシカル・クロス・オーバーの世界に足を踏み入れて、行ったのとは異なり、伝統的なクラシック音楽のレパートリーに固執する姿勢を見せている。 2003年の夏には世界一の規模を誇るロックフェスティバル、グラストンベリーフェスティバルに参加し、1万人のオーディエンスを熱狂させていることからも、ジャンルの垣根を超える魅力が伺えるが、2005年のインディペンデント神のインタビューに対して、他のスタイルの音楽を無視するわけではないけれど、私はクラシックの音楽家として、研鑽を積んできました。クラシック音楽の演奏家として、そして、 それを愛する者として、自らの信念を曲げてまでその価値を貶めるようなことはしたくないんです。と答えている。ありがとうございます。